クリスティーナ・エリザベット・フェルナンデス・デ・キルチネルは、アルゼンチンの弁護士、政治家、上院議員。2019年12月10日より、同国副大統領に就任。第56代大統領などを歴任した、元大統領職のネストル・キルチネルは夫である。一部メディアでは、フェルナンデス大統領、クリスティナ・フェルナンデス・デ・キルチネルと報じられることがある。1953年2月19日。 ブエノスアイレス州の州都ラプラタ市に生まれ、ラプラタ国立大学在学中の1975年3月9日に、大学の先輩にあたるネストル・キルチネルと結婚した。ペロン東佐派から、1989年に、夫の出身地であるサンタクルス州議会議員に、当選、1993年に再選されたが、1995年には、 同州選出の上院議員に当選した。パタゴニアの人口規迫なサンタクルス州知事の夫より先に国政に転じた彼女の方が全国的な知名度は高かったとされる。1997年には同州選出の下院議員に転じるが2001年には再び上院議員に当選する。2003年、ネストルの大統領当選によりファーストレディとなり二千五年の総選挙では 夫の故郷サンタクルス州から自分自身の出身地ブエノスアイレス州に選挙区を変えて上院議員に立候補した。同じ選挙区には、ネストルの前任の臨時大統領、エドアルド・ドゥアルテの妻、イルダ・ゴンサレス・デ・ドゥアルテも出馬し、現前大統領の夫人同士の対決として注目を浴びたが、選挙結果はフェルナンデス陣営の勝利だった。2007年10月の大統領選挙に立候補。 夫、ネストルの人気の高さにも助けられ、選挙戦を終始優勢に進め、大差で対立候補を下して1回目の投票で当選を決めた。アルゼンチン史上、女性大統領の前例は、フアンペロン大統領の3番目の妻、イサベルペロンがあるが、これは、夫が大統領在職中に亡くなり急遽副大統領から昇格したものである。そのため、 選挙で当選した女性大統領としてはフェルナンデスがアルゼンチン史上初めてであり夫婦間での政権以上は非常に珍しいケースであるクリスティーナは白地に花柄の服装で支持者の前に登場し夫を引き合いに出して彼が経済危機から国を再建した私たちは同じ大きな責任と義務を負うと述べた2011年10月23日の 大統領選挙では、経済成長などが追い風となり、大差で再生を果たした。2010年2月、フォークランド諸島の沖合で、イギリスが行ってる、油田開発に対し、アルゼンチン海域で石油の洞窟を行ってると、避難して2010年マルビナス諸島外交危機が起きた。2013年に、アルゼンチンイスラエル相互境界爆破事件の解決に、 向けた、アルゼンチンイラン二国間覚募描きを締結したが、後にこれは、イランの関与を隠蔽した疑惑で追求されることになる。2013年3月19日に、ローマ教皇ベネディクト16世の大位に伴う、コンクラーベで教皇に選出され、新教皇フランシスコとして着座することが決まると、バチカンを訪問して、新教皇に越見した、最初の国家元首となった。それまで、 キルチネル夫妻の政権期には、妊娠中絶、同性婚など、世俗的な政策が進められたが、これに対して、ブエノスアイレス大司教のホルヘ・マリオ・ベリゴリオス・キキは、ローマ・カトリック教会の立場からこれらの政策に反対を唱え、双方は鋭く対立していた。キルチネルは、昨年2012年に30年を迎えた、フォークランド紛争のアルゼンチンに、 有利な仲介をフランシスコに期待したとされる。2014年にはアメリカのファンドが2001年の金融危機以来、債権者との話し合いで利息の支払いで返済を猶予してきたアルゼンチン国債の元本返済を求める訴訟をアメリカ合衆国の裁判所で起こし、勝訴したために6月30日までに元本返済ができないとデフォルトに陥る危機に直面した。この時は、 アメリカの判決内容に異議を唱える意見広告をアルゼンチン大統領府として日本の朝日新聞などに掲載し再建者に理解を求めることに努めることになった。この時期に 2014FIFA フフワールドカップブラジル大会にサッカーアルゼンチン代表が決勝戦に進出したが喉の病気を理由にリオデジャネイロでの感染を欠席している。2014年12月には2010年に死去した夫。 ネストルの名を冠した、北の南米諸国連合本部エディフィジオ、ネストル・キルチネルの落成式に、エクアドルのラファエル・コレア大統領と共に出席した、習近平国家主席と会談する、フェルナンデス2015年2月に、中華人民共和国を訪問し、中国からレイゴロク型コルベットを導入して、マルビナス級と命名し、FC-1 戦闘機や、 VN-1 不評戦闘車などを購入する契約も調印した。この際にアルゼンチン議会で承認されたパタゴニアのネウケン州の人工衛星追跡基地である新宇宙ステーションは中国人民解放軍の管轄に置かれ秘密条項も入れた50年契約で敷地を借り上げていることから中国への主権譲渡や中国による軍事利用の懸念を野党などが示して 物議を醸した。この基地はアルゼンチンがフォークランド諸島を占領する際に衛星情報を提供する可能性が米国で取り上げられた。また、キルチネル夫妻の最側近で政権の黒幕とも呼ばれたカルロスザニにニは、毛沢東主義への系統から通称エルチーノで知られ、ザニにニはフェルナンデスの対中政策にも影響を与えたとされる。2015年の大統領選挙では、 ブエノスアイレス州知事で大統領候補に正義党党首のダニエル氏より副大統領候補にザニニを押したが11月22日の決選投票で野党連合カンビエモスが立てたマウリシオマクリに敗れた2016年12月大統領在任中の汚職の罪で訴追される2017年4月不動産取引に絡むマネーロンダリングの罪で訴追される 同年6月、新党である市民連合を立ち上げる。同年10月、ブエノスアイレス州選出の上院議員となる。同年12月、反逆罪で訴追される。2019年10月27日の大統領選挙に副大統領候補として、アルベルト・フェルナンデス元首相と共に出馬し、当選。同年12月に就任した。ありがとうございます。